送します。はい、ということで、今日も初心者のための、まあ、初心者による初心者のための講座というところでやっていきたいと思います。お、もう始まってるのかな。今日はですね、バスティオンですね、バスティオンをやっていきたいと思います。お、38秒前、まあ、間に合いますね。で、ボルスケアインダストリーで、バスティオンっていうのは結構僕はいい選択かなと思っていて、ここすごいこう、まあ、イモりやすいんですよ。イモりやすいっていう、なんかイモるっていうのは、FPS 用語らしくてですね、イモムシのように、はって動くことからイモるっていう話らしいんですけど、まあ、ここなんですね。まあ、トールビオも今、こうやってサレット立ててますけど、ここで、イモるっていうのがかなり、このステージに関しては効果的です。で、もう一つ効果的な条件があって、相手に半蔵がいないっていうのは超重要なんですね。なぜかっていうと、半蔵がですね、半蔵のウルトですね、壁抜けなんですよね。だから壁に守られてても全然効果がないですが、相手に、まあ、半蔵がいないことが確認できたので、まあ、満を持してここでイモるわけです。で、まあ、もうポイントっていうのはただ一つで、視界に入ってきたやつを全員しばくと。もう本当にそれだけです。で、ここにタレントがいると超良くて、視界に入ってきそうなやつも分かるんですよね。こういうことで、間のにリロードちゃんとすると。で、上のやつとかはまあ、ある種ある程度任せる。もうこのここなんか入ってきたやつを全員ぶっ倒すと、そういう気持ちでやりましょう。お、いいですね。いいとこに置いてくれましたね。目の前で来てくれたらめちゃめちゃいいですよ。さあ、来ないかな。お、来ましたね。そう、こういう人がもうカモ打ちですよ。ブタクとかがね、入ってきてくれるとかなり活躍できるんですけど、あ、ちなみにこの方法だと、プレイオブザマッチとか絶対取れません。基本的にはこう後方支援って感じです。テレポーターオンライン。お、ナイス。扉を開いた。割とね、暇に見えるかもしれないんですけど、まあ、まだ1分しか経ってないんでね、全然攻め込まれてないですけど、前線がだいぶ押されてくると効果を発揮してきます。来るんじゃない、来るんじゃない。英雄は死なず。お、マーシーがウルト打った。相手は結構今攻めっ気があるわけですよ。で、トールビオンがやられてる。ジャグラットもやられてる。これ来るよ、来るよ、来るよ。お、ジャルトが強くなってる。来ないねー。なんか、あれ、違った。来ないねー。おかしいなー。もうちょっと来るかなと思ってたんだけど、この動画めっちゃ暇やな。まあ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 。もう、ああ、おっと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 。おーっと、やられた。お、いい感じで2人やられちゃいましたね、今。今のトレーサーうまかったな。まあでも、こう、復帰するまでちゃんと、こう、カバーしましょう。はい、こういうこと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 。今うまくいきましたね。打ち方始め。お、来るぞ。ハンマーダウンが来るぞ。おっと。おー、やられた。やられた、急ぎましょう。テレポーター、オフライン。あれ、テレポーター、オフラインなの。これは嫌ですね。ちょっと急ぎましょう。まだちょっと入られてないっぽいんでね、なんとか間に合うんじゃないかなと。で、バスティオン上手い人はね、こうやって移動放題って言われる、移動しながら適切な場所にいもって、相手を倒していくっていうことができるんですけど、初心者はまずそういうことを考えちゃダメです。そういうことを考えてると、この弱い状態の時にやられちゃいます。なのでもう、定位置を決めてそこにいもる。これしかやりません。最初はね、
上手くなってきたんですよ。自分がなんかバス停はそこそこいけるようになってきたなとか、オーバーウォッチからにいけるようになってきたなと思ったらやればいい。もうそれ以外の時は基本的にはおい、こういうこと、こういうこと、こういうこと。で、間の時間にこうやってちゃんと弾をリロードして、バスはね回復できるんでね、今ちょっとあまり使ってないですけど、ちょっとダメージ食らったぐらいだったら回復できるんで、おウルト溜まりましたね。最後ねちょっと調子よければウルト使ってもいいかもしれないですね。ありがとう。ちょっとアーマーつけようか、せっかくだし。お最後一気に来る可能性あるんでね、じゃあちょっとウルト打って、ほほほほほほほい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 、こんな感じで、まあ最後は若干出しゃばりましたけど、まあ基本的にバスティンはイモルということを今の動画でご理解いただけたんじゃないでしょうか。プレイオブザゲーム、おまさかプレイオブザゲームならないよって言ったのになっちゃいましたね。最後のとこですね、これはウルトを打ってやーっつって、はいはいやーはいやーはいやー、そこ一回ちょっと外してますね。うん、そしてこの全然ね貢献はしてないっていうね、まあ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 いいんじゃないでしょうか。エピックの力じゃ。ということで今日はバスティオンをお送りしました。まあちょっとねバスティオンどこがイモリポイントなのっていうのはあるんですよ。どこでイモればいいのっていうのはあるので、それはちょっとまたまた別の動画でやっていきたいと思います。じゃあ今日はこんなところで